岡野秋人は日本のミュージシャン、ボーカリスト、ロックバンドポルノグラフィティのボーカリスト、広島県因島市中小出身、デビュー当初のアーティスト名は秋人。その他1991年、同級生の新藤誠一に文化祭でコーラスとして参加してくれないかと勧誘され、バンドノースコアにコーラスとして加入。 秋の文化祭ではコーラスを担当したが、文化祭後にメインボーカルに昇格する。当時は高校の市長確室で週に一度練習をしており、X やジギーなどをコピーしていたという。1992年には玉がメンバーに加わる。秋の文化祭では、X、ジギー、ボーイ、世紀末など10曲を演奏し、自分たちでも下手だと感じたほどという出来栄えではあったが、 演奏を聴いた同級生や後輩からの声援に夢を抱くようになったという。1993年の高校卒業後は浪人のために上坂かし予備校の寮に入る。当初は頑張って勉強をしていたが夏頃からは寮の友達の影響でサッカーやパチンコなどで遊ぶようになったという。また一番音楽を聴いていたのもこの時期で当時はヘビメタや ハードロックが好きで、ラジオや雑誌で情報収集をしていたと語っている。1994年に大阪学院大学に入学し、上坂下振動とたまら、ノースコアのメンバー5人全員が大阪で再会を果たす。再びバンドを結成したが、生活がために暴殺され、ほとんど活動しないまま2人が脱退する。生活も落ち着いてきた夏頃から、新たに、 バンド活動を始め、ポルノグラフィティを名乗るようになる。その後は、ライブやイベント出演など、精力的に、バンド活動を行い、ほとんど大学には通っていなかったという。白天や、震災橋筋二丁目劇場でライブを行っていたのも、この頃である。1997年3月に、ソニーミュージック SD、グループオーディションに合格し、ソニーミュージックと契約を結ぶ。 その後所属事務所がアミューズに決定し、9月末に活動拠点を大阪から東京に移す。1998年夏頃からポルノグラフィティのメジャーデビューに向け、本格的に楽曲制作やレコーディングを開始した。ありがとうございます。